はい、兵庫県立大学の高山と申します。本日は私たちの取り組みのご紹介に機会いただきましてありがとうございます。私からは、放射光 X 線吸収分光イメージングと機械学習による、鋼材の、初期腐食過程の反応系列と生成物空間分布を可視化している、事例についてご紹介したいと思います。はじめに私の研究内容をご紹介させていただきたいと思います。私、2013年に慶応大学で学位を取得しまして、それから2016年まで理化学研究所の放射光研究センタースプリングエイトの方で、コヒレント X 線を活用したレンズレスナノイメージング法の開発をしておりました。そしてこの技術を広く産業応用につなげたいと思いまして、2016年から兵庫県立大学の X 線工学分野に着任しております。また兵庫科学技術協会の放射光研究センターの客員研究員としてスプリング8の、スプリング8に兵庫県が、放射光の産業利用のために、設置しておりますビームライン BL20XU の担当をしております。こちらではこのレンズレスナノイメージング法の一つであるタイコグラフィー法や、微小集光ビームで、操作する X 線顕微鏡の担当をしております。またこれらのイメージング手法を、産業応用していく中で、材料やデバイスの構造と機能の相関を可視化するための解析法の開発もしておりまして、本日は、その例を一つご紹介したいと思います。さて、放射光源や X 線光学素子の、技術革新によって、現在では、物質機能を、支配する物質構造の空間的な不均一分布をミリからナノスケールにわたって内部まで可視化することが可能となってきています。 X 線光学素子を用いたイメージングですと、サブ100ナノメートルの一分解能でイメージングすることが可能でして、吸収スペクトルを収集すれば化学状態や原子配置、蛍光 X 線スペクトルをマッピングすることで元素分布を可視化することができます。また結晶性資料においては、X 線解説パターンをマッピングすることで、結晶層や格子歪みの分布、また表出資料でも X 線散乱パターンを、マッピングしていくことで、ナノからメソスケールの構造の、不均一性というものを、視覚化することができます。これら解説パターンや散乱パターンというのは、資料構造の風景変換、風景成分に対応しますので、これらは空間周波数スペクトルと見ることもできます。さらにこの20年で X 線の波面が揃ったコヒレント X 線の利用が進みまして、これに計算機アルゴリズムを組み合わせることで、このような散乱パターンからナノスケールの構造を直接可視化することも可能となってきました。東北大学で建設されております次世代放射光では、このコヒレント X 線が数十倍以上明るくなるとされていますので、ナノスケールまで分解能が拡張され、ナノスケールの構造や化学状態の分布を直接可視化できるようになると、期待しております。このように見ていきますと、スペクトルイメージングというのは二次元であっても、数百から数十万個以上のスペクトルの空間分布を画像化したビッグデータ生成器と見ることができます。このビッグデータを機械学習を用いて解析することで、これまで気づけなかった秩序や相関が明らかになるというふうに期待しております。そこで私たちは、鋼材の初期腐食過程の可視化に取り組んでおります。鋼材は非常に身近な材料ですけれども、そのマクロな強度や延性、加工性などは、鋼材自体のミクロ組織構造を制御することで実現されております。鋼材の中には様々ないくつかの結晶層や強積組織、またこれらのサイズや構造を制御するための添加物が設置したものなどが、から構成されておりまして、これらを制御することで、例えば輸送機、車や、航空機においては環境負荷低減のために、軽量化、高強度材料が開発されております。また建設の現場においても適切なメンテナンスを行うために、またメンテナンスのマンパワーやコストも最適化するためにメンテナンスフリーの材料などが開発されています。ここで注意したいのが、実はこの
組織因子によって腐食挙動自体も影響されるということです。軽量高強度化材料においては耐食性が低下することが知られており、この耐食性向上のためにもまた組織、構造の改良が加えられています。このように材料開発、鋼材開発においてはミクロな腐食初期過程を組織因子や環境因子と相関づけて理解し制御することが非常に重要です。そこで局所的な腐食反応とその進行度の空間分布の可視化というものに神戸製鋼所様、神戸旅行学園様と取り組んでおります。実材料、実環境での評価に向けて重要なポイントが2つございます。1つはまず腐食性生物、多様な腐食性生物が関与してくるということです。こちらにいくつか例をお示ししましたように、結晶層やアモルファス層がさまざまに生成し、さらにその生成過程も環境因子や組織因子に応じてさまざまです。これらを判別するために放射光 X 線中周スペクトルイメージングを選択しました。この方法は元素選択性がありまして、さらに結晶非結晶問わずに生成物を評価できます。こちらに吸収スペクトルの例をお示ししておりまして、このように微細構造が見られますので、特に X 線吸収微細構造、ザフススペクトルと呼ばれています。内核電子が冷気されますが、その冷気エネルギーというのは元素の価数に応じて高エネルギー側にシフトしていきますので、このあたりの構造から価格状態が分かります。またより高エネルギー側の微細構造には近接原子の配置の情報が反映されておりまして、この領域を振り変換することで近接原子間の距離分布を得ることができます。さらにもう一点重要なのが、腐食反応はさまざまな時間スケールで起こるということです。ザフスイメージングを行うような共用施設において長期にわたる腐食反応の時系列を連続的に追跡することは現実的には難しく、そのため私たちは、スタティックなスペクトル画像から機械学習によって腐食反応の時系列を推定するというアプローチを選択しました。今回は普通光冷間圧縁鋼板の初期腐食を評価しました。海水の3分の1程度の塩分濃度で323ケルビンの環境下で塩水噴霧を行い、6時間および24時間腐食させたサンプルを評価しました。こちらが腐食した6時間腐食サンプルの光学顕微鏡像です。数ミリスケールの腐食ムラが見られることが分かります。この腐食性生物および腐食振動を表面敏感な転換電子周療法のザフスイメージングで評価しました。この方法は、検出器の電極に、サンプルを貼り付けまして、正面から X 線を照射し、放出される二次電子や光電子を電流として計測する手法です。そのため、キス材料断片のようなバルク材料にも適用可能です。今回は、鉄の計画吸収端について、500ミクロに成形したビームで 21×21.441 点のスペクトルを収集しました。こちらに、純鉄の冷気エネルギーに相当する、吸収係数の分布を示しています。光学顕微鏡像と比べると、腐食ムラの構造を反映したスペクトル画像が得られていることが分かります。この中で代表的な、3点のスペクトルを示したものがこちらで、照射位置ごとに異なる振動構造が見られており、ビーム内の、素地の鉄といくつかの腐食性生物の混合スペクトルであると推察されます。鋼材の場合、いくつかの腐食鉄酸化物については照準サンプルのスペクトルを得ることができますので、まずこれらと腐食鋼材のスペクトルと比較して検討してみました。するとまずこの1点目のスペクトルについては、下の4つの酸化の鉄酸化物とスペクトル構造が似ています。一方でこの2点目のスペクトルについては、特にガンマ FE2O3 のスペクトル構造に似ていますが、2価と3価の鉄からなる FE3O4 とも、類似の振動構造が見られます。さらに、3点目については、素地の鉄の、ピーク構造は反映されておりますが、
内核冷気エネルギーの近傍では FEO の特徴も見られるように思えます。このように単純な標準仕様との比較ではこのような複雑な反応過程を有する生成物の同定は困難です。また繰り返しになりますが同定できたとしてもそれらの生成物の生成順は不明です。そこで次のような考え方で機械学習を適用していきます。こちらに機械学習を用いた腐食反応系列推定の模式図をお示ししています。まず仮定として腐食反応は空間的に不均一に進行しているものとします。例えば素地の鉄の上に A1 と B という生成物が独立な腐食反応で生じまして、さらに A1 は腐食が進むと A2 と平行状態にある、そういったような反応があるとしますと、このダストイメージングで得られたスペクトルのデータセットというのは、生成物が反応の深度に応じてさまざまな割合で、足し合わされたスペクトルと思います。これを見方を変えますと、この腐食反応系列においてさまざまな時間的なタイミングで計測したデータセットと見なすこともできます。ただ問題となるのは肝心の時系列がわからないということです。この時系列を推定可能な方法がマニフォールド学習という手法です。この方法では各スペクトルをデータ空間の一点としてプロットしていきます。そうすると反応系列順にスペクトル点は並び、反応系列を可視化するというふうに可視化できると期待されます。マニフォールド学習による反応系列の推定についてもう少し詳しく見ていきます。はじめ時系列の推定のために各スペクトルをデータ空間上に配置します。ダフスペクトルもう少し詳しく見ますと、これは実際に計測したエネルギーの計測チャンネルとそのエネルギーでの吸収係数の値の集合で表されます。そうすると各計測チャンネルを一つ一つ座標軸と設定した多次元空間を考えまして、その座標値をこの吸収係数と置けば、1個のスペクトルはこの300次元のデータ空間の一点として表すことができます。さらに他のスペクトルもプロットしていきますと、単成分のスペクトル点群はノイズレベルで広がったクラスターになるというふうに予想されます。また混合スペクトルは各成分の線形結合で表されますので、この成分間に連なってプロットされるというふうに予想されます。このように計測したスペクトルセットをデータ空間にプロットしていくことで、おのずと反応系列、時系列順に並ぶことになります。一方で問題なのが、この時系列を可視化して解釈するときです。300次元を想像できる人は一般にいないと思いますので、この多次元空間を低次元の空間に移し込む必要があります。このとき、例えばデータの分布が元の空間でこのようにループ状になっていたとすると、この方向から見ると、この領域が重なってしまい、あるいはこの領域も重なってしまう。こちらから見ると、この領域が重なるというように、通常のアプローチでは解釈しやすい方向から見て投影するという方法を取りますが、その方法ですと距離の遠いデータ点が重なって、反応系列の解釈を誤る恐れがあります。この方法1の方は主成分分析と呼ばれる、よく使われる手法です。今回の場合、この方法は使えませんので、より理想的な方法として、このデータ点列に沿って展開しながら配置していくという、そういう方法を取ります。これを行うのがマニフォールド学習という数学的な手法です。私たちは特に修正局所線形埋め込み法という方法を、アルゴリズムを用いています。このアルゴリズムでは、あるスペクトル点を低次元空間にマッピングする際に、黄色で示したその周囲の N 点、近傍 N 点の相対配置を維持するように低次元空間に配置していきます。これを全てのデータ点について行っていくことで、
ループをほどいて、このように1列あるいは複数系統の反応がある場合は、分岐するような形で、低次元の空間に、移すことができ、反応系列を目で見て判定できるようになると、予想されます。で、こちらは6時間腐食資料に実際にマニフォールド解析を適用した結果です。300次元のデータ空間を2次元の平面に移しております。このカラーマップは内角冷気エネルギーで色をつけておりまして、この左側は純鉄に相当し、右に行くと冷気エネルギーが高エネルギーにシフトしますので、生成物であるというふうに解釈できます。このスペクトル列はこの大気ベクトルに沿って並んでおりますので、1系統の腐食反応のみが進行しているというふうに解釈できます。実際この大気ベクトルに沿って雑腐スペクトルを並べた図がこちらです。5点実際のスペクトルをこちらに示しておりまして、すべてのスペクトルはこちらにグレースケールで表示しております。こちら見ますと、振動構造が気質から生成物に向かって滑らかに変化するようにスペクトルを並べ替えできていることがわかります。さらにこの、高エネルギーのところの振動構造から、原子の動径距離分布を、計算したものがこちらです。はじめ、大気近接、大気近接の鉄に相当するところに、ピークがありまして、その鉄原子のピークがだんだん減衰していき、新たに、FeO に相当するピークと、鉄のピークが、立ち上がってきます。ここでこの中間状態で、鉄酸素のピークや鉄鉄ピークの位置のシフトや幅の変化見られておりませんので、中間生成物は存在しておらず、純鉄、素地の鉄からある生成物、一種類の生成物へと成長していく腐食過程を捉えたものというふうに、解釈できます。また、このマニホールズ上の頻度分布、スペクトルの頻度分布を示したものがこちらですけれども、やや生成物側に偏ってはおりますが、全体的に同程度の頻度で計測できておりますので、ちょうど中程度に腐食反応が進行したものというふうに示唆されます。このように腐食反応、化学の知識がなくても、スペクトル画像1枚から1種類の腐食反応が進んでいると、そういったことを機械学習によって導くことができました。さて、このマニフォールドマップからさらにどのような生成物が生じているか同定するには、この雑数スペクトルや動径、距離関数をより詳細に解析していく必要があります。今回、鋼材の場合は、予想される鉄酸化物のスペクトルを事前に取得していますので、それをこのマニフォールドマップ上に、マッピングすることで、この腐食反応の解釈を試みました。まず、マニフォールドマップの純鉄側には、鉄および FeO の、標準スペクトルがマッピングされました。そこで、サンプルの、腐食鋼材のスペクトルとこれら標準スペクトルを比較したものがこちらです。青でプロットしております腐食鋼材のスペクトルと、純鉄の標準スペクトルの、が非常によく一致しておりまして、予想通りこちらの左端は素地の鉄であるということが、確認できました。一方、反対の端、生成物側にはガンマ FeOH とアルファ FeOH の水酸化鉄が、マッピングされました。同様に、腐食鋼材のスペクトル、青でプロットしたスペクトルと比較しますと、ガンマ FeOH と、非常によく、重なりましたので、ガンマ FeOH が生成したというふうに解釈できます。また、この、マニホールドの、折り返しの位置には、Fe3O4 や Fe2O3 がプロットされました。ただし、これらは、スペクトルデータセットの列からは、やや離れており、
このデータ系列が標準サンプルの方に分岐する様子も見られません。実際、この近傍のサンプルのスペクトルと、これら標準サンプルのスペクトルを比較しますと振動構造が、異なりますので、これら FE304 や FE203 は、生成していないということが言えます。このように、マニフォールド学習と、標準サンプルとの比較を、組み合わせることで、スペクトル画像から純鉄から、ガンマ不溶液への腐食反応が、進行している様を、確認することができました。また第一ベクトルが腐食振動に対応していることが、分かりました。ここでこの、第一ベクトル上の、各スペクトルの座標というのを、元の、二次元マップに、プロット、マッピングしたものがマッピングしてやることで腐食振動のマップを得ることができます。こちらは、6時間腐食サンプルの、各スペクトルが得られた位置に、先ほどのマニフォールドマップの第一ベクトルの座標を、グレースケールで表示したものです。黒側が、鉄リッチで、白側がガンマ不溶液リッチな領域なんですけれども、このように腐食振動が定性的に可視化できていることが、見て取れます。詳細は割愛しますが、24時間腐食サンプルについても同様の解析を行いまして、ガンマ不溶液が生成する同様の腐食反応が、鉄側から、不溶液側へ、より偏り、表面がほとんどが、水酸化鉄に覆われている状態だということが分かりました。組成比、精子は標準スペクトルの線形結合で計算できますので、このように、当初計画した通りザフスイメージと機械学習マニフォード学習を組み合わせることで、1枚のスタティックな、腐食、スペクトル画像ザフス画像から、腐食反応系列と、その腐食の頻度というものを可視化することに成功したといえます。そしてこの6時間腐食サンプルと24時間腐食サンプル、比較しますと、数ミリ程度の腐食ムラが24時間腐食サンプルでも残っていますので、これは何らかの、組織構造因子によって、退職性、腐食性が変化している領域だというふうに、解釈できます。今後、他のイメージング手法とも組み合わせながら組織構造や、構造表面の電位分布と、相関づけて解析することで、この構材の腐食過程について、詳細な議論をしていきたいと考えています。また、今回構築したこの、反応過程の評価法というのは構材に限らずさまざまなものに適用することができまして、電気材料など、電気デバイスのオペランド観察などにも適用できると期待しております。ただ、その際、今回、鋼材では標準スペクトルを結束することができましたが、二次電池などの材料においては、単成分の資料を合成することができず、標準スペクトルが得られない場合も往々にしてあります。そのような場合を想定して、さらに成分スペクトルと組成比のブラインド推定の方法も構築しており、最後になりますが少しご紹介させていただきたいと思います。ブラインド推定、成分スペクトルと組成比のブラインド推定は、次のようにして、行っていきます。計測した、混合スペクトルというのは、単成分のスペクトルの線形和で表せるというのは先ほど申し上げました。そうすると、ある位置のスペクトル X というのは成分スペクトルとその成分子の、重み付け線形和となります。なので、全データでこの関係式が成立するように共通の成分スペクトルとその成分子を推定して、最小事情法によって推定してやれば、単成分が合成できなくても、ザフス画像から成分スペクトルを推定できるというふうに考えられます。この問題は、先ほどのデータ空間において計測したスペクトルをマッピングし、これらを説明するように、新しく成分スペクトルの
を規定ベクトルとして推定するとそういった問題になります。ただし、それだけでは、この関係を満たすような、成分スペクトルが、非常に多く想定されますので何らかの制限が必要です。今回この成分比及び、X 線吸収スペクトルというのは、共に必ず皮膚の値を取りますので、この、成分比と成分スペクトルの要素がすべて、ゼロあるいは正の値を取る、そういった法則をかけることで、この成分分解を実現します。このような方法が皮膚質量列因子分解という方法で、イールスなど電子線を用いたスペクトルイメージングでも用いられて、始めております。ただ問題となるのが、先ほど申し上げたように、解の候補、成分スペクトルの候補は、非常に多く想定されますので、例えば腐食反応が、最終段階まで進みつつあって、この腐食、スペクトルデータの分布が、最終生成物の方に非常に偏ったりと、データ分布に偏りがある場合に、それに推定した成分スペクトルが引きずられるという問題があります。また、いくつの成分が存在するかというのは、一般には基地ではありませんので、これもパラメータ、調整パラメータとして試行錯誤することが行われていました。私たちはマニフォールド学習によって腐食反応系列を推定しておりますので、成分数基地として推定することができます。また、このデータ分布もマニフォールド学習によって明らかにしておりますので、そのデータ分布に応じて更新量を調整することで、一方の成分への過剰フィットを防止して、より信頼度の高いブラインド分離ができるというふうに考えております。実際に6時間腐食サンプルと24時間腐食サンプルについて、ブラインド成分分離を行った結果がこちらです。青でプロットしたのが、皮膚質量列因子分解法によって推定された成分スペクトル。で、比較のために、オレンジで標準サンプルのスペクトルをお示ししています。ところどころ、推定がうまくいかず、ピークの、クロストークが生じていますが、おおむね、事前情報がなくても、ガム不溶液と、鉄のスペクトルが、再現できていることが、わかると思います。また、24時間腐食サンプルにおいては、素地の鉄の領域は、観測されず、ガンマ不溶液単成分の領域か、両者が混ざった領域しか存在しなかったのですが、このように、問題なく鉄のスペクトルを、推定することができました。このように、私たちが行ったマニフォールド学習と組み合わせたアプローチによって、データ分布の偏りによらず、おおむね良好な成分スペクトルが、実現しており、もう少しアルゴリズムを改善することで、単成分の合成ができないような、多元系の二次電気対応などにおいても、こういった手法で、劣化過程や反応過程の可視化ができるというふうに、期待しております。最後に、こちらに、本日の、講演内容をまとめさせていただきます。普通庫の塩水噴霧下での初級腐食過程を放射光雑質イメージングと機械学習によってデータ駆動的に可視化することに成功しました。この方法の特徴としまして、まず、放射光雑質イメージングを用いることでマルクな試験片表面の、反応過程を可視化できるという、ことで実材料に適用できるという利点があります。またマニフォールド学習を用いることで時系列を最初から最後まで追わなくてもスタティックなスペクトル画像から腐食反応の時系列が推定が実現しました。さらに、まだ、途上ではありますが、皮膚質量列因子分解をこのマニフォールド学習と組み合わせることで、単成分のスペクトルもデータ駆動的に抽出でき、リファレンスフリーの、組成分布分析、腐食反応解析というものができつつあります。またこの方法は、触媒など、その他の、化学反応にももちろん使えますし、雑質イメージングだけでなく、消核酸内イメージングでもこういった方法が使えることをすでに確認しております。今後こういった方法を用いて、
材料の、構造機能相関をより詳細に、捉えていきたいというふうに考えております。以上です。ご清聴ありがとうございました。